秋の焼き芋祭り、コロちゃん。石焼き芋、どんな時も。秋晴れの下で日向ぼっこを楽しんでいるコロちゃん11歳。先日コロちゃんとのキャンプ動画を上げたところ、これはキャンプじゃないとブチギレられてしまったので、今日は我が家のキャンプ場でリベンジしていきたいと思います。前回何をしてほしいかというリクエストを募集したところ、圧倒的に焼き芋が多くて、今日は家族で焼き芋パーティーをしたいと思います。コロちゃんも芋掘りを手伝ってくれていますね。もちろんここには埋まってないんですけど、ありがたいですね。ここは落ち葉専用の焚き火バーとなっておりまして、父花さんが下準備をしているところです。焼き芋を投入するまでまだ時間がかかりそうなので、キャンプ飯を作っていきたいと思います。なかなか芋出てこねえな。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、熱々で美味しいんです。ホットサンドメーカーを作ればお好み焼きもホットサンドメーカーを使えばお好み焼きも作れるんですね。めちゃくちゃ美味しいんですけど、紙皿だとちょっと熱いですね。切れてないのでピザみたいにかぶりつくしかなかったです。前までリロッシの一人遊びチャンネルさんの動画をよく見てたんですけど、あれぐらいのちょっと大きめなホットサンドメーカーの方が作りやすそうですね。でも美味しければ OK です。この間9月になったと思ったらもう10月になってしまったのでびっくりです。この間ついに我が家にも橘家グッズが届いたんですけど、皆さんの元には届きましたか？届いた方がいたら自首してください。グッズどこで買えますかってたまに質問いただくんですけど、もう二度と手に入りません。もうちょっと待てばメルカリとかで出品されると思います。今回のグッズは YouTube のチャンネル登録者数15万人記念グッズでしたので、もっと登録者を伸ばして新たなグッズを作れるように頑張りたいと思います。将来的にはコロちゃんとのグラビア写真集を出したいと考えています。誰も買わねえな。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、普通に食べるよりも100倍うまいんです。やっぱり肉まん系はホットサンドメーカーで挟んで食べると美味しいですね。最近は結構コメントから動画を作るっていうのが多くて、実現できそうなものからすぐやるようにしてますね。このすぐやるっていうのが意外と難しいんですよね。つまり行動力がある人になりたいなっていう話なんですけど、
実は自分の周りにすぐやらない人がいるとそれは周囲に移ってしまいます。人間というのは無意識のうちに他人の仕草を真似するようにできてるんですね。ですがこの性質をうまく使えばすぐやる人になることも可能です。行動力がある人が集まる環境に身を置いているとそれに感化され自然と行動力が高くなる傾向があります。行動力を高めるには先延ばしや言い訳をやめてあれこれと考える前にすぐに実行するようにした方がいいですね。いきなり労力や時間がかかるものに取り掛かると途中で挫折する可能性があるのでなるべく心理的ハードルの低いアクションから始めるのがいいです。私も仕事を辞めると伝えるときは一番年齢の近い上司、班長、係長という順で伝えました。もし仕事を辞めたくてなかなか言い出せずに悩んでる人がいたら心理的ハードルが低い人から伝えた方がおすすめです。私も昔から新しいことに挑戦するのが苦手なんですけど小さいことから手をつけていけばもっと行動力が上がりそうですね。小さな成功が大切だってよ。それでは自宅では初めての焼き芋作りに挑戦したいと思います。作り方はとっても簡単でキッチンペーパーに包んださつまいもを水で濡らしてアルミホイルで包むだけです。小学生の頃学校の行事で焼き芋集会というのがあって私の通っていた小学校では秋の恒例行事でしたね。焼き芋を作るっていうのはだいたい11年ぶりぐらいですね。家族で焼き芋を作るなんてそれこそ YouTube をやっていなかったら絶対やっていないと思うのでめちゃくちゃ貴重な体験ですね。都会だとこんなことできないと思うので田舎ならではの特権ですね。もちろんさつまいもは茨城県産のものを使っております。こう見えて茨城県はさつまいもが有名ですからね。焼き芋ができましたので早速開けていきたいと思います。念のため竹串を刺して中まで火が通っているかを確認します。コロちゃんはお芋系のおやつが大好きなので興味津々ですね。美味しそう。コロちゃんがもう食べたすぎて手出してきました。さつまいもが本当に好きなんですね。めちゃくちゃ美味しそうに食べてくれました。さつまいもには犬にとって有害な成分は含まれていないので焼き芋も与えて問題ありません。さつまいもには体にいい栄養素が豊富に含まれているので犬の健康維持にも役立ちます。あちち痛い痛い痛い熱いよ熱いのコロちゃん熱いの熱い状態のまま与えてしまうと口の中を火傷してしまうので注意が必要です。さつまいもは皮ごと食べることもできるんですけど犬にとって皮は硬く消化にも悪いため皮は取り除いて与えましょう。さつまいもは犬にとってカロリーが高い食べ物なので与えすぎには注意ですね。焼き芋といえば石焼き芋の歌が頭をよぎりますね。石焼き芋お芋どんな時も君とえ？よう、たくさんのお芋、君の思いも、恋も、愛も、酸いも、甘いも、切ないさつまいも、石焼き芋、どんな時も、焼いて焼かれて、恋に焦がれて、触れたいも、抱きたいも、二人をつなぐ石焼き芋。これってヘンダーソンの石焼き芋の歌じゃないですか。私はがっつり世代なんですけど知ってる人いますかね。あらなにこれホクホクしてて美味しいんです。私は焼き芋を食べるときアイスと一緒に食べるのが好きでコロちゃんにバレないように牧場絞りと一緒に食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったですね。初めて家で焼き芋を作ったんですけどすごい新鮮な気分になりました。大人になってからはスーパーで売っている焼き芋ぐらいしか食べる機会がないですからね。こうやって家族とのコミュニケーションも取れてよかったです。コロちゃんも初めての経験でいい思い出になったのではないでしょうか。コロちゃんの尻尾がメトロノームみたいになっちゃってますね。その後はみんなでお家に帰りました。コロちゃんは途中の芝生でぐずってましたね。
キャンプ場でやってほしいことのリクエストも募集してます。はい、お父さん焼き芋です。またね。ありがとう。あ、ちょちょ、あ、ちょ、熱いよ。熱いよ、絶対。おいしそうな。夢出てる、まだ。どうですか、お味は。まゆう。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はリクエストが一番多かった焼き芋を家族でやってみました。コロちゃんに今まであげてきたものの中で一番食いつきが良かったかもしれないです。次はコロちゃんにどんな初体験をさせてあげましょうかね、お父さん。ん？お父さん？お父さんは